代表的なフライトジャケットである MA-1 フライトジャケットとは航空機に登場するパイロット及びクルーが着用する上着。飛行機は対流圏や清掃圏下層部などの気圧や気温の変動の大きい過酷な環境を飛行して任務を行い特に戦闘機をはじめとする軍用機のパイロットの疲労度も高くなるため過酷な環境から体を防護するための装備が 不可欠となる。フライトジャケットは、軍用機での運用を想定し、国家の威信をかけた、軍用品として開発されたものであり、式揮用のため見た目が良く、満足すべき機能を備え、詳細な規定に基づき、正規契約を交わしたメーカーにより製作される。それらを模して作られた、ミリタリーファッション製品のほとんどは、素材が廉価な代替品であったり、 詳細部分の省略が多く、機能的には実物に徳を及ばないことが多い。とはいえ、規定が変更され支給が終了したジャケットに愛着を持つベテランが、これらの民生品を着用していることも、珍しくない。中でも、B で始まるモデルは、ボマージャケットとも呼ばれる。ファッション業界においては、ブルゾンの一種として扱われることもある。 ワッペンやペイントなどで装飾を施されたものも多い。軍用品の場合、所属部隊や階級、コールサインなどを表示する実用的な意味合いもあるが、やはり蒸気のように、式公用のためにデザインされることが多く、視覚的にも優れている。軍用品としてのハードコアな雰囲気の上に、いわゆる、 かっこよさが加わり、ジャケット自体だけでなく、装飾全体に惹かれる愛好者は多い。1980年代には、映画やドラマの登場人物が着ていた、フライトジャケットに人気が集まり、一時は、日本中にフライトジャケットを着用した若者が、見かけられた。米軍で採用された、フライトジャケットは、その機能、防寒性能、目的ごとに主に5分類で、 ゾーンタイプ分類されている。表記してあるのは太陽外気温の目安である。軍に正規支給採用されているフライトジャケットは一般的に入手が困難である。過去に使われていたフライトジャケットは年代が古くなるほど保存数が少なく保存状態が良いものも極めて少ない。その希少性からコレクターの間では高値で取引される。 また、現行品は、一般市場への放出、流出量が多いとは言えない。また、軍に、正規支給、採用されている、フライトジャケットを資料とし、成功な復刻品を一般市場向けに、製造を販売するブランドも、日本のアパレルメーカーを中心に、数多く存在する。ABCDFG 坂本明、世界の軍装図館学研プラス、2016年。 118ページ、ABC 坂本明、世界の軍装図鑑学研プラス、2016年、119ページ。ありがとうございます。